ご通行中の皆様、翼野と、金松健一と申します。2月の20日投開票日の市議会議員選挙に向けて立候補準備中でございます。翼野と金松健一と申します。今回ですね、初めて、新人として立候補準備中でございます。皆様がですね、町田市、本当住んでてよかったよねと、思わず自慢したくなるようなそんな誇れる町にしていきたい、そのような思いで、今回、翼野と金松健一は立ち上がっております。町田の町をですね、皆様が、思わず自慢したくなるような誇れる町にしていきたい、そのためにですね、やっていくべきこと、たくさんございます。まずですね、この町田の駅、地元の方が本当にですね、休みの日なんかにリラックスして遊びに行きたいと思えるような、そういうような地元密着のステーションにしていく、地元密着ステーションにしていく、それを一番目に掲げております。またですね、日本一子育てしやすい町にする、そのような、政策も掲げております。実際町田市ですね、今人口の流入が非常に多い町でございます。そのためですね、もっともっと、子育てに環境、しやすい、そういうような町づくりしていく必要があると思っております。実際、町田市ですね、非常に道路が、狭くて危険な場所たくさんあります。そしてベビーカーとかですね、車椅子の方なんかが、非常に通りづらい、そういうような歩道、ガタガタになっているところ、そして段差が高いところたくさんあります。そういったですね、非常に道路事情が悪い町田、そういったところがありますので、これから学校の統廃合も計画をしている、そのような町田でございますので、今まで10分で学校に行けた子どもたちが30分40分かけて通うようになりますと、非常に危険にさらされる時間長くなります。千葉県の八街市で起こったような子どもの小学生の列にですね、車が突っ込むというようなことがあってはいけない。ですから、危険にさらされるようなそういうようなですね、道路は歩道は、すぐにですね、早急に改善しなければならないと思っております。日本一子育てしやすい町にする、そのために、道路の改善、歩道の改善、危険な場所を改善していく必要があるよと訴えております。また町田駅ですね、周辺見渡してみますと、結構治安がですね、悪い場所もございます。実際2000年をピークにですね、非常に治安が悪くなりまして、犯罪率も上がったという過去がございます。治安というのはすぐに悪くなってしまうものでございます。ですからですね、皆様が安心して通れる、そのような町づくりしなければなりません。今実際にですね、親御さんが子どもたちにあの場所は危険だから、危ないから行くなよというような場所が実際にこの町田駅周辺にもございます。そしてお年寄りの方、女性の方が一人では通りたくないという場所もあったりするわけです。実際町田市だけではなくてですね、これは相模原市とも連携して行っていくことでございます。ですので、治安を改善する、そういったことをやっていく、子育てしやすい町にするためにですね、道路の改善、そして、治安を改善していく、そういったことが必要だと訴えております。またですね、子どもたちがたくさん遊べるような、そのような遊具がたくさんある公園が少ない。実は今日もですね、メールでそのようなお声をいただきました。お母さん、2人の3歳と5歳のお子さんをですね、育てるお母さんから、そのようなメールもいただきました。そしてたくさんの、お子さんを育てるお母さんたちから、遊具が少ないと、子どもたちがたくさん遊びに行きたいと思えるような遊具が少ないから、わざわざ大和市や相模原市に遊びに連れて行ってるんだという話を伺っております。ですからですね、子どもたちがあそこに遊びに行きたいと思えるような、そういう公園を作るべきだと、そのように、翼野と金松健一は訴えております。子どもたちが、たくさん出る公園があればですね、わざわざ大和市、相模原市に子どもたちを連れて行って、遊ばせて、そのついでに買い物も、郊外でしてきてしまう、そのようなことに現在なっております。ですからですね、町田市にそのような公園があれば、町田にもっと、買い物をしてですね、お金が回る、そして税金も、
税収も上がるということで、皆様の社会福祉にもっと使うことができるようになります。ですから子どもたちが遊びに行きたいと思えるような、そういうたくさん遊具がある公園を町田に作るべきだと、そのように訴えております。日本一子育てしやすい町にするために、まずは道路の改善が必要、そして治安も改善していこう、維持していこうと訴えております。そして子どもたちがたくさん遊びたいと思えるような遊具を、たくさんある公園を作る、そのように訴えております。津田佐野と金松健一と申します。また日経リアルの調べ、151の自治体を調べたときにですね、町田市は子育てしやすい町ランキング50位以内にも入っていないという現状がございます。ですからですね、そのランキングを上げていくことによって、ありがとうございます、津田佐野と金松健一と申します。ランキングを上げることによりまして、皆様の子育てしやすい環境を作っていく、そのように訴えております。日本一子育てしやすい町にするんだと、人の流入は多いわけですから、子育て世代も今町田市は増えております。ですから子育てしやすい環境を作るためにですね、日本一ですね、子育てしやすい環境を作るために、日経リアルの調べの子育てしやすい町ランキング、これも今現在50位以下のところを日本一まで上げていくんだと訴えております。津田佐野と金松健一と申します。またですね、この町田市、税金の使い方がおかしいよというところがたくさんあります。町田市ですね、皆様の血税の使われ方が、ちょっとおかしいんじゃないかなというところがあります。今ですね、今の市長は、箱物政治をよく行うということを市民の方からたくさんお声を聞いてまいりました。実際にですね、例えば野津田の方にできた、サッカー場、こちらに70億使った。例えばですね、これから行われること、芹ヶ谷公園の、美術館、今国際版画美術館ありますけども、こちらに、約皆様の血税40億を使いまして、工芸美術館を新たに作ろうとしている、工芸美術館に40億かけようとしている、じゃあその中身は何なのか、博物館から持ってくるということでございます。その博物館の中には何があったのかと言いますと、お金持ちの方がコレクションで集めたガラス工芸細工、そして時計などでございます。こういったものを飾ったところでですね、町田に縁もゆかりもないと、というような作品ですし、歴史的に関わりがあるものであれば、いいかとは思いますが、目玉の作品もないのに、新たに皆様の血で40億を使いまして、芹ヶ谷公園に新たな、美術館を作っても、人は来ないんじゃないか、赤字になるんじゃないかということを訴えております。津佐野と金松健一と申します。皆様の血税の使い方がおかしいよと、この、芹ヶ谷公園の美術館、皆様の血税約40億円を使いまして、そして、森林をですね、何百本も伐採し作ろうとしている。それは考え直した方がいいんじゃないかということを訴えております。この森林を伐採するということに関しましても、町田の市の鳥であるカワセミ、今現在ですね、境川、恩田川にたくさんいたカワセミが今本当に少なくなっています。実際に写真をですね、町田で住んでらっしゃる方がずっと撮っていらっしゃいますけども、境川のカワセミ本当に少なくなったとおっしゃっておりました。本当に青い綺麗な鳥なんです。そのカワセミすらも、この町田にですね、もう住めないような環境にもなってきている。宅地ばかり